レット解放トドンとことんショベルト解放区の酒井です。本日はですね、絶対に必要な工具、これっていうのはね難しいこれっていうのは難しい。本当に皆さん、じゃあ絶対な工具参戦ということで、皆さんだったら何を絶対必要な工具ということで話しますか。これ俺結構悩んだんですよね。なのでまあその中でまあ3つピックアップさせてもらったんで、本日は絶対に必要な工具参戦ということで話をさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのことをハレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンスやバイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとすごくテンション上がります。もしコメントないよっていう方おられましたら、とことんとことんだけでも入れといていただけるとテンション上がって動画撮って継続して撮っていくことができますのでお願いします。あとですね、まあ、あの公式 LINE の方、あ、まあ、ごめんなさい、LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットというのも作ってますので、そちらも登録していただけると嬉しいです。はい、本日は絶対必要な工具参戦、どうですか皆さん。これ俺めちゃくちゃ悩んだ、マジで。うん、結構悩んで、まあ、考えた結果、まあ、イメージとしてはツーリングで困った時かなとか、まあ、そういったことで、まあ、絶対必要だから最初に買えばいい工具というニュアンスでもいいとは思うんですけど、絶対まあ無人島に行くなら持っていく工具とかっていうことになってくるのかな。まあちょっといろんな意味合い、いろんなあれがあると思いますので、もし絶対必要な工具参戦ということで必要だなと思う工具があったらコメントにぜひぜひ入れといてください。これ絶対それが皆さんの参考になると思いますので、僕が思う参戦いきます。最ででん第1位1位からいくわ、今日は1位からいく。うん、何でかってね、そっちの方がね、そう、なんかね、繋がってる、絶対必要がこう、なんか繋がってる感じがするから、第1位から、第1位、はい、モンキー、はい、これは絶対必要でしょね。これはもうあの結構な割合で必要な工具なんだって言われたら、もう絶対必要な工具3つ選べって言ったら、結構その3つの中の1つに入る工具だと思うんですよ。だからこれ1位にしました。1位から紹介しました。うん、1位、これね、もうほぼこれがあればね大丈夫、回るボルトとナットが、うん、ボルトとナットナットが回るよ。うん、でここからこの次2位、何来ると思いますか。絶対必要な工具2位、じゃじゃん、マイナスドライバー。ここなんだよね、これ2位と3位がね、順不動みたいなのが、2位はねマイナスドライバーがあれば、プラスドライバー、プラスのネジも回せれるですよ。うん、これがあればもしかすると。けどマイナスのドライマイナスのボルトっていうのは多分あんまり使われてないんですよね。ハーレーはまあ使う、まあ、古いハーレーとか結構使われてるんですけど、日本車はほぼほぼよっぽどない、まああったりするんだけど、プラスのネジもこれで回るんですよ。なおかつこのマイナスっていうのは叩いて使うこともできるんですよね。うん、でなおかつこうテコの原理を使って広げたりだとか、だから俺はこれ2位に持ってきた、マイナス絶対必要な工具3選で3つだよ。そこがあの今回のあのテーマだからね。うん、3つって言うんだったらマイナスドライバー、これでもしかしたらだよ、ボルトも回せれるんですよ。まあちょっとそれ話長くなるんでしな、まあここでねボルトであるところね叩いたとかね、うん、あとこうテコの原理でさ、なんかスプリング伸ばしたりとかさ、グーってやったりとか、なんだかんだこのマイナスは結構使えるということで、絶対必要な工具3選でこれやりました。マイナスドライバー2位ね。
うん、3位ハンマー。これは要はさ、最悪作業で行き詰まったりとか、これちょっとプラハンなんだけど、プラハンじゃなくてもいいと思う、ない方がいいのかな、もしかしたら。うん、最悪なんかね、壊すんですよ壊してなんとかするみたいなね。うん、壊すんですよ本当に。まあ、例えばマイナスドライバーとこれがあったら、鍵をなくした時、キーシリンダーガーン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 って回すんですよ。応急でいけるんですよ。うん、これでもしね、回らない、硬くて回らない、これでカーン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 ってやるんですよ。そうだから、絶対に必要な工具っていう3選っていうことだったら、俺はこの3つを選びます。皆さん何選ぶ？俺ちょ結構悩んだ、自分でお題出しといて。うん、何選びます？この3つで俺は無人島に行く無人島に行くっていうか、まあなんかこれがあればね、なんとかなるわけよ。うん、だからまあ、もしかしたら ツーリングとかでハンマー持ってかんか、別にこのハンマー、あーけどこのハンマー石でもいいもんね。ツーリングには持ってかんかもしれんな、思い出。まあ絶対必要な工具3選という、まあ、けどハンマーはめちゃめちゃ的確に叩けるわけなんですよね。的をこうズボンズボンっていけるじゃん。石だとやっぱりまあいろいろありますわな。うん、けど絶対に必要な工具3選ということで、1位がモンキー。これ誰もが絶対そうやって言うと、1位がモンキー、1位というか3個の中にこれが入らないっていう人は多分いないと思う。いるかな。うん、何みんな何、まあいいや。で次マイナスドライバー、うん、で最後はハンマー。はい、ラチェットとかはさ、いろいろボックスつけない、ソケットつけないといけないじゃん。うん、だから絶対に必要っていう風な言葉で絞りで何か工具をチョイスするなら、ラチェットとかは入ってこないんじゃないかなと俺は思いましたね。まあ、今回ちょっとそういった形で話作らさせていただきました。はい、本日の動画はありがとうございました。